はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、前回飲んだ、カリブーンの、グレープフルーツ味です。ラム酒を使った、チューハイ。ということで、アルコール度数が4%。原材料が、ラムとグレープフルーツ果汁。糖類と酸味料、香料。カラメル色素となってます。果汁が10%。結構多いですね。キリンです。それでは飲んでいきたいと思います。結構あれだな。濁ってる。思った以上に濁ってる。ん？それは乾杯。これは、美味しい。前回、あれ、なんだったっけ？ラムと、あれ、なんだったっけ、あれ。あれよか全然ラムの味がするわ。なんだっけ。あ、パイナップルか。こっちの方がね、ラムだね。これはようやくラムの味がわかる。これは美味しい。ラム酒の、なんか、香り。味というか香りですね。それが結構感じられる。ので。これは美味しい。思った以上に。若干なんか、ラムの渋みっつうか。何かがあるね。ラム酒。まあだから前も言ったけどね、これ使ってるのがホワイトラムなんですよね。まあ、そこがまず、せめてゴールドラム使えよって思うんだけど。そうは思わないか。まあ、ゴールドラムの方が味は、あるとは思う。だけどね、多分。ラムのね、やっぱ香りがある。これは、普通に美味しいは美味しいんだけど、
やっぱり若干ちょっとラムの味が足りない。あとやっぱり、アルコール度数が少ない。まあ、つまりラムをあんま使ってないですね。4% じゃなくて、これが 7% ぐらいだったら、まだ、まだね、ラムの、味がしたと思うんですけど、まあちょっと残念かな。まあでもラムを使ったチューハイっていうのは、まあ、今のところ飲んだことないですからね。なんか、後味にラムが来るね。まあ、でもやっぱりこれは、三つ星です。弱い。ラムの味が弱い。やはり。それではご視聴ありがとうございました。